はい、こんにちは、シャスカです。今回は経済学入門46ということで、小泉構造改革、その結果はどうだったかというのを見ていきたいと思います。日本経済は構造改革の抜本的に政治そのもの、経済そのものを、作り変えないといけないという、必要性に迫られているということですね。でなぜっていうことなんですけど、景気対策として公共事業が大幅に拡大。これはもう前回前々回の講義でも言ったんですけども、意味がないんですね、公共事業っていうのは。はっきり言ったらその一時的なカンフル剤にはなります。ここに道路を作ってください、ここを橋を作ってください、でそれに携わった人に国がお金を払う。でもそのお金って何ですか？借金ですよね。要するに借金して道路を作って、橋を作って、ダムを作って、しかももう意味がないんですよ。意味がないんです。もう日本中でその誰も走ってない、自動車が走ってない道路なんて山ほどあるし、基本的にその国が1980年代90年代以降に作った道路っていうのはもうほぼほぼ赤字なんですよね。本当に日本にありとあらゆる道路がある中で、これは黒字っていうところっていうのはもう1本とか2本しかないわけですよ。首都高とかね、東京から名古屋に行くとか、東名高速道路とか、本当に数えるぐらいしかなくて、あとの大概の道路っていうのは全部赤字なんですよね。だからもういらないんですよ。要するに道路の交通量がほとんどない道路をただひたすら作り、もしくは港、船が集まる港でも全然船なんか集まってなくて、なんか土曜日とか日曜日に親子連れがこう釣りをするような釣り堀みたいな港ばっかり作ったり、もしくは空港もありとあらゆるところに、例えば関西地区なんかもその典型ですよね。兵庫に神戸空港、大阪には伊丹と関空みたいな感じで、もうすごいこう電車とかで30分1時間ぐらいの距離にもう空港とか作ったりしてるわけですよ。だから全然必要とされてない、経済的に効果がない、ものをただひたすら、とにかくそれを作れば、少なくてもその作った瞬間は、その人たちが何か仕事をして、国が給料を払えるから、なんか見た目の数字ごまかしにはなりますけど、全くこう意味がないわけですよ。でももう官僚たちっていうのはもうそれしか思いつかないわけですよね。政治家とか官僚っていうのはもうそれしか思いつかないわけですよ。自分たちで商売とかビジネスをやったことはないから、とにかく必要なものを作り、必要な人に売るっていうのが商売ビジネスですけど、もうそれが外れてるわけですよ。誰も必要としてないものを、ただお金、見た目の GDP とかを維持するために、結局景気っていう数字、 GDP500 兆円とかっていうのを維持するためだけのことをやって、ただひたすら借金だけを増やしていると、ね、で国際依存度、要するに国の使うお金の4割、もう今は下手すると5割ですよね、半分は借金っていう状態にまで膨れ上がっていると。だから借金して借金返し、借金して借金返しという、もう自転車操業にすらなっていない、状態になっていたわけです。それがもう2002年です。2002年という今からもう13年以上前にもうそういう状態になっていたということです。でその時に小泉政権、小泉純一郎内閣総理大臣が出てきて、構造改革っていうのに取り組むんですね。で彼がやったことっていうのは大きくは3つでした。1つは財政投融資を改革ということで、これは復習になるんですけど、国の財政っていうのは、一般会計、特別会計、財政投融資っていうふうに3つあるんですね。で3つあって、これはもう政府のへそくりとか第二の予算っていうふうに言われているものです。そもそもなんで必要なのっていう状態ですね。簡単に言ったら政府のへそくりです。でこれもともと何だったかって言ったら郵便貯金だったんですね。ゆうちょだったわけですよ、原資が。郵便貯金、ゆうちょだったわけですね。だからもう国としてはひどいわけですよね。
戦後1945年日本がポツダム宣言に負けて戦争に負けて焼け野原になった時から基本的に国っていうのは国民にとにかく預金っていうのを勧めたんですね。とにかく預金しなさいと、お金を使うんじゃなくて預金しろ預金しろ預金しろって言ってきたわけです。だから今のお年寄りの方々、65歳以上の方々っていうのはものすごく金融資産っていうのを持ってるわけですね。その日本の1600兆円ぐらいの金融資産のかなりの部分っていうのを65歳以上の方々が持っているわけです。それなぜかっていうと、もうずっと自分たちが若い頃からとにかく貯金がいいんだよ、預金するんだよと、預金が一番いい行動なんだよっていうのをずっと言われ続けてきたから、本当にその通り預金し続けてきたわけですよ。で仮にそれはそれでいいとしてもですよ、その郵貯、郵便貯金とかを国がですよ勝手に使ってたんですよ。道路を作ったり橋を作ったりダムを作ったりするのにね、全然お年寄りの方々に貯金、あなたたちの貯金を一時的に道路に使います、橋を作るのに使いますなんて一言も許可をし、求めてないのに、とにかく郵便貯金っていうのを自分たちのお金のごとく政治家とか官僚っていうのは使い続けてたわけです。それが財政投融資だったわけですね。だから本当はこういったのはいらなかったし、むしろこう国家的な詐欺みたいなもんですよね。散々預金しろ預金しろ預金しろって預かってるお金を自分たちで勝手に無許可で使ってて、それで赤字の施設とかをバン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 作りまくったわけですよね。でそれを改革しましょうというふうにしたわけです。ところが、まあ、結論から言うとこれも骨抜きになったんですね。やろうとしてること自体は合ってるんですけど、結局ですね、政治家っていうのはそのやっぱりこうなんていうんですかね、官僚たちはもう官僚たちはとにかく自分たちが一度握った権力とか資金源っていうのは絶対離さないんですね。でそれを離すことができない理由っていうのは日本で一番頭がいい、理屈をこねることができるんですよ。だからなんでこれが必要なのか、そしてなぜ、これが大事なのかっていうのをもういくらでもそのレポートでしたらもう山積みのごとく書けるわけですね。そしてどうしてもって言った時はもう看板の掛け替えをします。要するに本質は何も変わらないんだけれども結果的に残すっていうことをやるんですね。だから官僚たちっていうのはもう公務員なので自分たちの身分っていうのは保証されてるんですね。でそれを失うのが誰よりも怖いわけですよ。結局自分たちは官僚たちっていうのはもう小学生の時からずっと勉強してきた人たちです。小学校、中学校、高校、大学、そして国家公務員試験一種とかに合格してずっと勉強し続けてきたんですね。なぜ彼らは勉強したかって言ったら、それで22歳とかでキャリアになることができたら40年間安心安泰があるっていうふうに信じてたからですよね。だからずっと本当に子供たちの時は遊びたい、ゲームしたい、野球したい、ドッジボールしたいっていう時からずっと勉強し続けてきたわけですよ。そして入ったらもう基本的に自分は60歳65歳まではずっと身分っていうのが安心安定があって世間以上の給料がもらえるっていう仕組みになってるわけですね。だから彼らはとにかく自分たちの何て言うんですかね、身分とかっていうのはもうすごいこうどんな知恵を使ってでも守るんですね。だからもう一回その外に出て自分が商売やるとかビジネスやるとかって言った気概っていうのは最初は持ってると思うんですよ。最初東大とか京大とかに行って、その後自分は国民のために国のために官僚になるんだっていう志みたいなのはみんな持ってると思うんですけど、まあ、入ってしまって3年も経つとそういった志とかっていうのが現実の前に潰されるんですよね。もう完全な官僚っていうのはこうピラミッド組織になっているので、もう年功序列の最先端みたいなところですから、もう逆転がないんですよね、その官僚制度っていうのは。だからもう年齢とともに地位は上がって給料が上がってっていうのがもうなってるので、もう自分たちはもうその中で生きていくしかないっていうふうにこうなってしまうわけです。だから自分たちが一回握った資金源、そして一回握った権力っていうのは絶対離さないんですね。だから財政投融資を改革しましょうということで、政府の第二の予算へそくりなんていうのはなくせということで、政治家がどれだけこうやってもいざ働くのは官僚たちなので、前回も言いましたけど、もう政治家っていうのは任期が短いし、選挙があるために選挙対策っていうのが忙しいんですね。だから法律とか規則とか命令のプロではないわけですよ。だから指示命令はしても実際やるのは官僚たちなんですね。だから官僚たちが結局それをこう小細工して結局
見た目だけとか看板のすり替えで骨抜きにしてしまうわけですね。だから結局この財政投融資の場合は、改革っていう名前がついて、本当だったらですよ、本当だったらこれは廃止ですよね、なくさないといけなかったわけですよ。もともと国のお金じゃなくて国民のお金だったわけですから、国民のお金で、やってたものなんだけど、これは勝手に政府が使っていたへそくりのようなものだったので、これは本当は廃止しないといけなかったんですけど、実際残っちゃったわけです。廃止しないといけなかったんですけど残ったんですね。規模としては18兆円ぐらいで、結局この道路はこういう理由で作らないといけないとか、この橋はこういう理由で作らないといけないとか、このダムはこういう理由で作らないといけないって言って、官僚たちの一番得意なへりくつっていうので、全部結局この18兆っていう資金源っていうのは残っちゃったわけですね。ただ有償ではなくて債権、財投債、結局財政投融資をするための債権ということで、結局借金でやることになったわけですね。今まではゆうちょでやってたわけですけど、ゆうちょでやって、でそれをゆうちょが使えないっていうんだったら、これはもうなくすべきだったわけですけど、でももう官僚たちはこの18兆円を動かす権力っていうのは絶対に手放したくなかったので、じゃあこの道路を作るのは今まではゆうちょを使ってたけど、これからは財投債、要するに借金ですね、を借金証明書を発行してやっぱり作り続けてるわけです。で特殊法人改革ということで、日本道路公団、とか年金、福祉事業団などって言ったのを、結局ですね、こういったのももう役割終わってますから、もう道路整備終わってるんですよ。で年金っていうのも結局年金も一緒ですよね、ゆうちょと一緒で、年金っていうのも自分たちが老後とかのために国にお金を預けてるのに、その年金を勝手に使っていろんな施設を作ってたわけですよね。グリピアとか何億何千あの何十億っていうお金を使って、どん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 無駄な箱物、建物を作ってたわけです。だからそれをもう結局なくすと、これだからこれも廃止っていうふうにしないといけなかったんですね、民営化じゃなくて。もうこれも廃止しないといけない。とにかく改革っていうのはなくすってことですからね。あの改革っていうのはゼロに戻して、今あるものをゼロにしてもう一回新しい1を作り直すっていうのが改革だから、結局捨てるとかなくすとか廃止するっていうのがないと改革にならないんですよ。改善じゃないですからね。改善っていうのはこの1を磨いていくっていうのが改善ですけど、改革っていうのは1回壊しましょうと、破壊してもう一回創造しましょうっていうのが改革だから、基本的になくすってことをしないと改革にはならないわけですよ。でも結局これも官僚たち、いざ実際自分たちが預かっている仕事をしている官僚たちは当然これはなくさなかったわけですね。民営化みたいな感じで残したわけです。だから今でも日本では道路を作り続けているわけですね。ただひたすら借金、誰も利用してない、なくても全然困らないような道路をただひたすら作るだけの組織っていうのが、見た目上は国のものが民営化されたわけですけど、これも実際骨抜きにされたわけです。で最後金融システム改革っていうことで、お金ですね。例えばこのゆうちょ、結局郵便貯金っていうのは一番大きかった時で200兆ぐらいあったんですよね、日本国民のゆうちょっていうのは。今はこの郵政民営化で、減っていきましたけど、一番マックス、一番金額が大きかった時っていうのは200兆ぐらいあったんですよ。だからそういう、 こうお金、金融融通、お金の融通の、仕組みっていうのを変えようということで、小泉純一郎さんが一番目玉にしたのが郵政民営化。今まで郵便局っていうのは国がやってたけど、それを民間にさせるということを、やったわけですね。で結局これはね、彼が言った通り郵政は民営化されたんですが、でもこれは改革になってないんですね。しつこいですけど、改革っていうのはなくさないと改革にならないんですよ。だからこれは郵政民営化じゃなくて郵政廃止だったんですよね。だったら改革になったわけです。だけどそれはなくさないで、結局残って民営化ということで、やっぱり日本国民で、日本中で20万人以上の人が郵便局で働いているわけですね。まあ家族まで含めて100万人ぐらいの雇用っていうふうに、
100万人ぐらいの生活を支えている状態の組織、巨大組織っていうのは結局残っちゃったわけですよ。だから結局その情があるととにかく改革ってできないんですね。できないんですよ。だから改革を本当にする人っていうのは非情な人で、結局情がない、結局切るってことができないと改革っていうのはできないんですね。で、過去だったらアメリカのレーガン大統領とか、イギリスのマーガレット・サッチャー、鉄の女とか、ああいった人たちは本当に非情だった、非情になりきることができて改革っていうのができたわけですけど、日本の場合はやっぱりこう義理人情でかわいそうってなるわけですよね。例えばその郵便局で20万人の人たちが働いてるんだったらかわいそうってなるわけですよ。その日本道路公団で働いているお父さんたちがいて、その家族がいてとかって言って、こうかわいそうって言って情でこう結局こうモヤモヤってなっていって、結局何も改革されないということになるわけですけど、結局この郵便局じゃないとできない仕事ってないんですよね。基本的にないんですよ。例えば黒猫大和さんとか佐川急便さんでも、全部の郵便物は運ぼうと思ったら運べるわけですよ。で、彼らの方が民間だから、そのコストは抑えるし、早いんですよね、仕事が。いかその郵便局みたいに土日祝日休みですみたいな、そういうなんか眠たい仕事をやってるわけじゃなくて、本当に彼らは企業なので、例えば黒猫と、大和さんと佐川さんでとにかく競争して、どっちが生き残るかみたいな感じで徹底的にサービスとかを磨き上げてるわけですよ。だから彼らが全てを日本全国に配るってことができるんですよね、別に郵便局じゃなくても。でも郵便局が残った。そして法律っていうのはこの郵便局を味方しているので、ついこの抗議をする、ついこの抗議をする直前でしたけど、結局その大和さんが、黒猫大和さんがやってるメール便っていうサービスが終わるんですよね。今度黒猫大和さんがやってるメール便っていうサービスが終わるんですよ。これものすごい便利なんですよね。80円とか120円で どんなものでも、 CD とか DVD とか、そういったどんなものでもこう運んでくれるっていう、すごい便利な、システムが、国民にとってものすごくこうありがたい仕組みだったんですけど、これを黒猫大和さんたちが、今度もうやめるというふうに発表したんですね。これなんでかというと、法に抵触する、法律に抵触するとかっていう理由で、結局やめるってことだったんですけど、その法って誰を守るための法ですかって言ったら郵便局なんですよね。郵便局の仕事を、要するに黒猫大和さんとか佐川さんとかが取るなっていうことで、法で郵便局を守ってるわけですよ。だから結局国民のためじゃないんですね。もうすでに郵政に対して権益を持っている官僚たち、もしくは実際現役で郵便局で働いている人たちだけ、日本国民1億2700万人のためじゃなくて、20万人からどんなに最大に見積もっても100万人ぐらいの人のために、こういう巨大な200兆円とかっていうお金を運用してた、組織っていうのは結局残っちゃった。民営化されたって言っても実際組織は残ってるわけだから、改革にはなってないんですね。だから本当に改革しないといけなかったんですけど、そして小泉さんの時っていうのは最大のチャンスだったんですよね。小泉純一郎首相っていうのは国民に絶大な人気があって、一番高い時で内閣支持率 80% とか、100人の、国民のうち80人が小泉さんの改革を支持しますとかっていうふうに言ったわけですから、圧倒的にチャンスだったんですけど、でも官僚たちの勝ちだったんですね。官僚たちの方が賢い、頭がいい、理屈を述べさせたら天下一品みたいなところがあって、結局全て骨抜きにされて、いまだに日本は借金体質だし、いまだに国債に依存した財政をやってるし、国と地方を合わせた借金がついに1000兆を超えてしまったと。だから掛け声はいいんですけどね。で、教科書とかの見た目もいいんですけど、実際全然問題は解決してなくて、ただただひたすら日本の財政というのはよく、悪くなり続けているというのが、現状だというふうに言えます。はい、それでは今回は、小泉構造改革その結果はという講義を見ていただきました。今回の講義をご視聴くださり感謝しています。ありがとうございます。白坂慎太郎でした。それではまた。現在ガラ空きです。黙れ、わしはサラリーマン先生で頑張るのだ。サービス残業万歳。
ですが隊長、今一つのビデオをアップしただけで YouTube で67万円の収益を稼ぎ出しています。隊長のボーナスを超えています。なわけあるかこのクズが。本当です。これを見てください。ほらー、67万円じゃなくて6700ドルだけどね。YouTube のメリット1、 Google AdSense と提携しているのでビデオをアップロードするだけで自動的にお金を稼げる。海外では YouTube を使って2億円、5億円、7億円、12億円といった広告収入を稼ぐ YouTuber という職業が流行りだしている。2012年夏、ある一つの動画が YouTube にアップされた。2時間で肉体関係を了承させる方法。このハレンチな動画を作って放置をしていたところ、とんでもない事態が。中学生の俺に勧めるなよ。僕なんか小学生なのに、あなたへのおすすめって出てきたぞ。なんと広くあまねくユーザーにルフ。そしてその結果、全期間の再生回数278万1252回、お金も入りました。6720ドルの収益、約67万円です。実際はこのアクセスを利用して後ろから1000万円以上稼いでいます。 YouTube のメリットに、集めたアクセスから自由に他のサイトに飛ばすことができるので、工夫をするとさらに1000万円以上稼ぐことができる。このアクセスを獲得するのに必要だったコストは0円です。ただビデオをアップロードしただけで手に入れることができました。そして万単位のアクセスを手に入れたら、そのアクセスから月額36万円の不労所得収入を獲得する方法があります。この54ページにわたる YouTube でお金を稼ぐレポートの詳細を知りたい方は、説明文のリンクをクリックしてダウンロードをしてください。今 YouTube で稼ぐのは簡単です。なぜなら YouTube を見たと聞いた時に10人に7人が YouTube を見たと答えます。ですが YouTube に動画をアップロードしたということを聞くと、100人に1人しか動画をアップロードする人がいない状態だからです。隊長、 YouTube 市場が現在ガラ空きです。そして YouTube で稼ぐ方法はこちらから無料で配られているとの報告をいただいています。月額36万円レポート、ある方式に従って YouTube に動画を投稿してください。顔出しなし、ビデオ機材不要、編集スキルなしで1日数万のトラフィックを集め、最終的には月額36万円の不労所得収入を手に入れさせてみせます。そして私が YouTube アクセスから1000万以上のお金を稼いだ戦略を記したレポートをプレゼントします。今すぐにレポートをダッシュじゃー。